昨日は日本唐揚げ協会の会長さんと一緒に唐揚げを食べていた下野紘です。すごいのぶち込んできましたね。いや、なんか3月頭ぐらいに、はい、連絡が来まして、会長さんからまあちょっと会長さんとね、連絡先を交換する機会があって、はいはい、それでですね、うん、ちょっと唐揚げもうそろそろ下野さん欲してませんかと体がね、体が欲してませんかっていう、はい、そういうまだ入っていない方はぜひともですね、一回、うん、ホームページの方を見ていただけるとありがたいなと。はいはい、サーバーを何回か落としてます日本唐揚げ協会のすごいですね、はい、サーバーだけアクセスが あもうこれです、これです。本当に、はい、これリンク貼ったってこと。何回か落として、で会長から昨日話を聞いたんですけど、はい、なんで落ちたのかさっぱりわからないっていう。ここに犯人がいるってこと、ね、ここに犯人がいましたよって言ったら、うん、それからちょっと増強したらしくて、うん、なかなか落ちないようには、耐えられるようにはなってるはずです。なるほど。突然なのですが、ひろたん、日本唐揚げ協会なるものの存在を知っていますか？この前テレビでその存在を知り調べてみたんですが、何でも日本唐揚げ協会とは唐揚げが好きな人の団体で、唐揚げを通じて世界中の人々を幸せにし世界平和を目指す団体らしいです。唐揚げで世界平和とはすごいですよね。すごい。会員になるには唐揚げに関する筆記試験を受けて、唐揚げニストに認定されなければいけないらしいです。試験問題を見てみたんですが、私にはさっぱり分かりませんでした。でも唐揚げ好きのひろたんならきっと筆記試験受かると思います。唐揚げニストを目指してみてはどうでしょうか。こんなのあるんだね。これこそミスティでやろうよ。島田さん、これ取ってくださいよ。マジで。うん。いや、これ持ってたらネタになるよ。確かにな。唐揚げニストなんていうのがあんだ。だってそしたらこうミスティの最初のところで、こんばんミスティ、唐揚げニストの下野紘ですって始められますよ。すごいね、そんな称号があるんだね。かっこいい。かっこよすぎるわ。俺はもう声優界のね、唐揚げニストとしては、やっぱね、そうだね、正式な存在にね、ね、認められないとダメですよ。ならないとダメだよね。あ、これぜひやってくださいよ。ひろたん、唐揚げニスト認定、おめでとうございます。ああ、そうそう、言おうと思ってて、全然伝えてました。はい、ありがとうございます。無事合格したんですね。はい、ヒロタンにぴったりな資格だと思います。うん、そんな唐揚げニストヒロに質問があります。うん、はい、唐揚げは何をつけて食べるのがおすすめですか、うん、むしろ何もつけないのが一番なのでしょうか、ぜひ教えてください。ああ、いや、それはね、人それぞれやっぱりいろんな食べ方がございます。待って待って待って、まず、唐揚げニスト認定やったんだ。パソコンのやつ？そう、別のラジオで、はいはい、突然、そのコーナーに盛り込まれて、今、なあ、それミスティやんなきゃダメでしょうよ。ロード・オブ・唐揚げニスト。唐揚げをこよなく愛する下野紘くん。このコーナーではそんな下野紘くんが唐揚げ好きの憧れ、日本唐揚げ協会認定の唐揚げニストになるまでの軌跡をお送りします。何をするコーナーなんですか？これは、今ほら、やったでしょ？ナレーションを。ああ、日本唐揚げ協会認定の唐揚げニストになるまでの、ヒロ君がなるまでの奇跡を追うドキュメンタリーコーナーですよ。ドキュメンタリーコーナー。そうです。唐揚げニスト検定試験、はい、通称カラケン。カラケン。はい。通称カラケンって言うんですね。そうそうそう。あ、これに合格すると、その唐揚げニストとして認められるということで、はあ、これからその試験に向けて頑張って勉強していこうじゃないかと。はあ、勉強していく、うん、なるほど。まあ、現段階で、はい、どうよ、ヒロ君は唐揚げについての知識が、うん、あるぞって、俺は唐揚げについて詳しいぞって自分で自分のことそう思う。まあ、そこそこあるんじゃないかなとは思うのですが、まあ、現在の実力を知るためにですね、うん、はいはい、今日はその唐研を試しに受けてみようじゃないかと、なるほど、思いますよ。はいはい、じゃあ順番に受けていきますよ。はい、いいですか。じゃあまずはヒロ君から行きましょうかね。はいはい、はいはい、じゃあ行きましょう。はい、まず1番、第1問、唐揚げの唐、要するに唐は現在のどの地域を指しているか答えよ。おお、はい、はい、終了。はいはい、ということでしたが、どう、自信、手応えというか。手応えですか、うん、いや、
自分の回答が合ってるのかどうかちょっと自信はないので。超目つき真剣だったよ。いや、なんとなくこう、なんだろう、やっぱりこう、声優業界の中で一番唐揚げが好きだと、言われている僕としては、やっぱりなんとなく、まあ、真剣に取り組まなきゃなって、なんだかんだ言いながら。難しいなと思って、こう書きながらも、燃えている、ヒロが燃えているって思いながら。ちょっと確かに、目つきおかしかったかもしれないですね。ちょっと真剣すぎたかもしれないですけどね。まあ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 、まあ、あの、回答は、はい、次回か。次回戻ってきますので、はいはい。それを待って、で、いよいよ、はい、ヒロくんが唐揚げニストになれるのか、うん、はたまたこの先まだまだ長い長い道のりが待っているのか、こうご期待ということでね。なるほど。次回お待ちいただきたいなと思いますけれども。はい。じゃあ、もしよ、唐揚げニストに、はい。下野博唐揚げニストになったら、はい。なった暁には、どうしましょう、うん、何がしたい？それはなんかしたいって言ったらできるんですか？わかんない。このラジオを聞いて、うん、そんなに唐揚げが、好きで愛しているんだなっていうことで、どこかのほら、唐揚げを作っているメーカーさんが、下野博印の子とか、アニコンで。そんなこと、いや、もしもそれができるのであれば、なんかこう、そういうタイアップ的なことしたいですよ、そら。コラボレーションがあるかもしれない。コラボレーション。ロード・オブ・唐揚げニスト。第2回。ああ、唐揚げニストヒロよ、永遠に。合格しました。あ？マジで？はい。嘘しちゃったって。早っ！